皆さんこんばんは、シマリスト木村です。動物愛護週間5日目ですね。昨日は特別編ということでももさんの誕生日動画をお送りしたんですけれども、でその後生放送やってね、僕の生放送史上一番人来てたんじゃないかなと思うぐらいなんか人来てたような気がしてて、いやもう本当に見に来ていただいてありがとうございます。はい、で生放送の後半の方ではちょっとね盛り上がってしまったんですけど、写真集ができました。こちら、はい、ももさんとまめたの写真集ですね。これめちゃくちゃいいよ、マジで。うん、ちょっとね今日はちょっと動物愛護週間で真面目な話してるんですけど、昨日と今日ね、今日はちょっと僕の話させてください。まず表紙はこんな感じになってて、で、まあ、背表紙を見てく、背表紙はこんなんかな、ピックマンクボリューム1、ちょっと2出るかどうかわかんないですけど、一応ボリューム1ってつけました。で裏が、こんな感じですね。エンディングで見たことあるようなロゴが入ってますけれども、はい、じゃあとりあえず見ていきましょうか。うん、この動画では全ページ見せますけど、そんな長くかからないです。でパラパラっと見ていって、特に僕がおすすめしたいところだけなんかちょっとね解説入れるみたいな感じにしようかなと思ってます。はい、ビッグマンクボリューム1で最初にねこういうのが来てますね。これ僕がいつも撮影してるカメラなんですけど、まあそこにねももさんが、立ってるような写真です。次、うわもうこれめちゃくちゃ可愛くない、これすごい綺麗に見えるんだよね、これてか綺麗に見えるっていうか綺麗なんだよこれ、写真が。で最初はねももさんシリーズみたいな、ももさんで結構固めたりしてますね、ここにね。なんかこういう全画面で出るパターンだけじゃなくて、こうやって3分割したりだとかね、いろいろ画面というか紙の中での写真の区切り方してます。これマメタですね、これは可愛いぞ。持った方がいいかな、ちょっと持とうか。はい、こちらもマメタですけど、このねこのなんか毛の一本一本が見えるんですよ、この写真集。これちなみに A4 サイズで作ってますね。でこちらがももさんですね。うん、いいね、かわいいね。でこちら幼少期の頃のマメタシリーズです。これなんかおまけみたいな感じで載っちゃってますけど、はい。でこちらが地図持ってるももさんとマメタのまあ比較できる感じになってるかな、これは。うん、ねこのなんていうのこれ、この爪の一個一個だとか、あと爪のこの根元のね、この指の部分の毛の一本一本がすごくよくわかるんですよ。うん、これちょっとさマクロレンズがあるんでマクロレンズちょっと見てみようか。今マクロレンズのこのカメラで見ていますけれども、この口元のね、毛の感じだとか、チーズ持ってる指のこの毛の感じすごい綺麗なんだよねこれ。まあここまでね解像度高く写真撮ってますので、でそれが A4 サイズでめちゃくちゃでかいサイズで、シマリスをね鮮明に楽しむことができますんでね。うん、続いて、これも可愛いね。これはちょっと幼い頃のももさんかな、3歳か4歳ぐらいだったと思うんですけど、うん、ちょっとねほっぺにねほっぺがぷくってなってるね。これアーモンド口に加えてんのかな。でここもね結構遊びがあって面白いかなと思って、こういうなんか 3段みたいな階段状にして配置してみました。はい、左はももさんですね。あーこれもいいね、この後ろ姿もねいいんですよね。はい、こっちはねくるみをね頬袋に入れるのがちょっと下手くそなんで、ももさん。はい、こんな顔になってますね。うん、で次が、マメタですね。こちらは黄昏れてる系のやつとかね入れてます。わあこれはね色がいいよね、この赤と緑とか、あとここら辺もねなんとなく青みが強かったりだとかオレンジだとかね、いろいろなんか結構カラフルな、ページでまとめました。続いてこちらがね結構おすすめなんですよね。これどっちもももさんなんですけど、主食のね袋の上にぶら下がってるこの なんていうのこの体がさどんどんなんか細くなってってる感じ、なんか美しくないこれとか、あとこれねお尻がねいいんですよこれ。うん、
で、続いて、こちらは、豆田シリーズですね。いろんなものに潜ってる豆田シリーズです。はい、さらにこちら、2ページ見開きで使ってる写真なんですけど、これね、ももって書いてるので、ももさんですって言いたいところなんですけど、これ豆田なんですよね。なんでや、みたいな。はい。あ、そう、これおすすめ、これ。これね、実は2020年カレンダーの8月がこれだったんですよ、写真が。この写真集載ってるこれは、あの時の8月の写真がかなり鮮明に見れる、ページになってます。おすすめはですね、この朝縄あるじゃないですか。朝縄がちょっとマメタの重力で、なんかね、タイユンってなってるんですよ、ここ。ちょっとね、ずれてるというかさ、重力で下にずれてる感じ。こういうところもちゃんとね、確認できるんで、見てて楽しいかなと思います。さて、続いては、なんか、様になってるシマリスシリーズ。こちらが真横を見てるマメタ。で、こっちが、真上から撮ったモモさんですね。いいね。で、ああ、これもいいね。見開きで、ジャンプしてるところを、瞬間捉えた、モモさんですね、こちら。こういうのもなかなかね、撮れないんで、そもそも、写真にね。入れさせていただきました。あ、これもいいですね、この人差し指加えてるももさんさ、ずるいよね。まあこれたまたま撮れたんですけどね、うん、ずるいよねこれ。あとここら辺は縦長シマリスシリーズ、まあこれ全部マメタなんで、まあ縦長マメタシリーズだね。とか、こちらは、ももさんシリーズ緑ので、ここね、なんかハッとしてる口あるじゃないですか、こうやって。このシーンから、この口をね、はぁって開けてるみたいな。で、一旦このまま次のページ行きますね。見て、同じことしてんの。これ、マメタなんですけど、同じことしてんの。だから、このページはね、神だよ、神。このページ。はい。で、あと、こっちの方にも、マメタがね、舌出してる可愛い写真載せてますけど、これさ、舌のザラザラ感も見えるんですよ、これ。これ今目いっぱい拡大してるんですけど、うん、まあ、ここが限界かな。でもなんとなくわかるでしょ、言わんとしてることが。はい。ね、かなり綺麗な写真が揃ってますんでね。めちゃくちゃおすすめです、これ。はい。続いては、まあ、綺麗な写真ばっかりでも、結構秋が来ちゃうかなと思ったんで、こういうなんか面白系の写真も混ぜてみました。ああ、これはいいね、この写真。うん、もうね、もう、何も言うことない。満点の写真。はい。で、こちらは、表シマリス、裏シマリスみたいな感じ。どっちが表なのかわかんないですけど、あ、でもこっちが裏なんかな、よくわかんない。こっちも裏かな。まあまあ、どうでもいいか。はい。こういう写真だとか、こういう写真だとかね。はい、こういうのとか、これちょっと全部マメタですが、マメタファンにはたまらない、2ページになってるかなと思います。で、あとこういうね、これももさんですね、こういうのだとか、こういうちょっと変顔してるシリーズだとか、まあこれもさっきのくるみが入りきらないところのね、やつだとか、もう諦めてるこれ。これ諦めてる人の顔ですよね、これ。とか、あとはこうやって頭抱えているような、ショットね。まあ毛づくろいなんですけどね、これ結局。毛づくろいを連続で撮った時の前後の写真なんですけど、なんかね、パッと見頭抱えて悩んでるように見える。マメタとかね。で、あ、これもいいね。やっぱ見開き僕好きなんだよな、この2ページ全部使った写真。とか、あとこちらは、3コマ漫画シリーズ。で、ここがね、なんか、ももさん系で、で、こっちがマメタ系ですね。はい。最後、ウィンクで締めてるね。どっちも。ここは、緑色が強いシリーズですね。緑とこのシマリスって結構合うんだよなって思ったんで、こういう4枚の写真固めてみましたけれども。はい。こちらもね、3コマシリーズの続きなんですが、これね、これよく見ると1コマ目と3コマ目全部違う写真なんですよ。うん。まあ、これは当然違うとわかるんですけど、なんかパッと見同じに見えるけど、実は違う写真です。あ、でもこれも可愛いね。この口がね、なんか顎が緩いからね、マメタは。はい。で、最後のページがこちらになりますね。ももさんで始まり、ももさんで締まるっていう。はい。このビッグマンク1にふさわしい写真かなと思ってます。
で、最後にこういうなんか撮影シマリスト木村みたいな情報が書かれてるページがあるんですけど、最後のページこんな感じですね。もう本当の最後のページ。はい、以上です。ページ数は全部で76ページあります。こういう感じの大きさ比較になってます。ちなみにこれモノクロ2020年去年の5月号なんですけど、これにマメタが載ってます。気になる方はね、バックナンバー売ってるか分かんないですけど、気になる方は、買ってみてください。確かね、動画にもしたと思うんで、スタジオマメタの。そっち見てもいいかもしれないですね。はい。というわけで、もう、僕がね、本気を出して作ったこの写真集なんですが、ぜひ皆さん手に取って見ていただければなと思います。発売日はですね、2021年9月23日。昨日です、はい、昨日の夜あれ9時ぐらいだったかな、夜9時に発売して、で今だいたい在庫があと 75% ぐらい残ってますので、まだまだねありますんで、ぜひ気になる方は概要欄に商品ページのアドレスが貼ってありますんで、そこからアクセスして、ご購入していただければなと思います。すいません、ちょっと自分ごとで申し訳なかったんですけど、今日は以上になります。また明日は動物愛護週間6日目ですね、6日目は真面目な話していこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。